こんばんは。定時に終わって、夜8時終わって、会社でどうでもいい話を30分、40分以上、話しかけられて無駄話をしている間に皆さん消えるというね、いうことがありまして、最後に私が会社の鍵を閉めるという、怒り爆発の今日でした。最近になって思うのが、会社で、上司たちが私の顔を見ないと。見ないし、挨拶もしない。もう終わったのかなと、正直思ってます、ね。で、私1階にいるんですが、で、1階にいると、部品、いろんな業者が来るんですけどね。うちの工場は製造工場なので、いろんな部品をいろんな会社から、作ってもらって、うちの会社に持ってきてもらうと。それの受け取り人が、本当は、司祭という場所、部署に所属してる方しか受け取ることができないですが、なぜか、製造部の私が受け取ることになってまして、ルーティーンとしてね、もうずっとそういう風になってるわけなんです。そう、届いてないの。届いてない?撮ってるんですよね。で、まあ、一応引き取りました。で、塗装に持っていかない、塗装をしなきゃいけない製品はお車に乗せて、塗装しなきゃいい、もうメッキ塗装がしてあるものは、うちで引き取るということで、綺麗に台車に乗せて、で、まあ、ある場所に、あとはもう、部長の仕事なので、置いてあるんですが、いつも放置なんですね。なあ、俺がやれっていう感じな、メッセージにしか見えなくて、何を考えてるのか本当にわからない。ですね、私、チャンネル名にも書いてある通り48なんですけどが、もう一人下に、47歳の男の子がいるんですが、その子には可愛くします。ものすごく。で、私には何も言わないです。言わなくてもわかるだろうっていう。もう昔ながらの昭和の職人さんのね、スタイルで来られるんですけど、それで何もわからないので、正直怒ってます。そこで仕事が進まない。で、私のせいになってますと。48歳、転職できますでしょうか?で、会社でね、私は、全然話をしないので、口下手だし。で、その部長は言うわけですよね。車には荷物を乗せるくせに、台車に置いたメッキ品は、何もせずに放置されてるよ、みたいな。僕の前では言わないけど、私が聞こえるようなところで、皆さん、で、事務所ですね。事務所で大きな声で嫌みったらしく言ったりとかするので、あと私も頭カチンときて、一切何も手をつけないというふうにしてますね。良くないんでしょうけど、だからといって、これはこうですか、あれで、ああですかってやっていくと、こっちにどんどん負担が増えてくるので、
でもやらないことにしてますね。それとあと、私は製造家であり、向こうの、製造部長は、資材課も受け持ってるということなので、やる必要がないということなんですね。一応、部署的にはそういうふうになってるはずなので、部長がわからない。朝来ても帰るときも挨拶もしないと。もう60超えてる方なんですけども、で本当にこんなところに本当にずっといていいのかなとか、すごく思っちゃいますね。これ、なんかね、何を言ってるかわからないし、低レベルな話かもしれないですけど、コメントください。すごく聞きたいです。か、こんな YouTube で上げてるよりも、もっと話を聞いてもらえる場所のコンテンツがあれば、それも教えてください。よろしくお願いします。